ようこそ我が館へ。4人とも道に迷わずよくたどり着いたな。ただいまより本年度の改ざんの日を記念し、改ざんの宴を開催する。改ざん、怪しきこと山のごとし、山にまつわる怪談を存分に語り合うがよい。くるーくくくくくくー。怪談ね、語り合おうっていうことらしいんですけどね。はい、じゃあ誰から行きましょうか。まあ、じゃあ私から、はい、行かせていただきます。まあ、山の職業怪談っていうのはそれこそね、田中先生なんかはまあ非常に専門家でいろいろあるとは思うんですが、私もまあ漁師さんとかの知り合いはいないんですが、林業をやっているもう若い人なんですよ。私より全然年下の人で、まあ拓也さんって仮に名前しておきますけれども、拓也さんはちょっと家庭環境が複雑だったんで、本当にもう中学を卒業してからすぐに働いている方 で神奈川県の造園会社で働いてるんですが、その会社の関係でまた別の社長とも知り合いになり、そちらの林業の手伝いもヘルプで行くようになったんですね。もう主に丹沢の方の山 で植林してある杉の木なんかも、あれもちゃんと間伐とか枝払いとかして管理しておかないとちゃんと育たないので、そこら辺をだから国とか県とかなのかなから仕事を依頼を受けて杉の枝を切りに行ったりいろいろしている。その日は、まあ、大山のあたりで、そんなに、ね、山深いところじゃないんですよ。普通の登山客も行くようなハイキングコースからちょっと外れたぐらいのところ、先輩と2人でちょっと枝払いをしに行くっていう仕事だったんで、ハイキングコースからちょっと外れて2人で歩いていくうちに、あれと思ったのが、あれ山火事でもあったのかって一瞬思ったらしいんですよね。目の前の大きな杉の木の上の部分にすごい大きな焦げ跡があったんですよ。ちょうど自分たちが見上げるあたりにこう、まあ、ラグビーボールみたいな形の楕円みたいな、形の、でもまあ1メートル以上あるのかな、直径黒焦げになった跡がある。あでも違うよ、他の木は別にどうにもなってないから、なんであの一本の杉あそこだけあんな焦げ方してんだろうと思って先輩の方見たら、お前よく見てみろよって言うから、えって目を凝らしてみると、その黒いところに黒いものだったからよく分かんなかったんですけども、その焦げ跡のところに釘ですね、黒い大きな釘が打ち込まれてあったんですよ。えと思って、でも普通の釘じゃないんですよ。あのこう丸い頭がついている釘じゃないし、大きさも全然大きい、ぶっといし長そうだし、それがまあくさびみたいな感じですよね。こうピラミッドをもっとグイーンと細長くしたようなくさびみたいな釘が、おそらくすごく長いんだろうけど半分以上めり込んでるって、まあ、まるでそれを中心にして燃えて、焦げてしまったような風に見えて、と思いながらこう上を見上げながら近づこうとすると、あちょっと気をつける気をつける、下見てみよう、下見たらそこになんかぐじゅぐじゅになった植物っぽいものが落ちてるんですね。で一瞬なんだか分からなかったんですよ。まあ見覚えがあるとか自分も知っているものだったんですけど、サイズ感があまりにも違くて一瞬分からなかったんですけど、それすっごい大きな藁人形だったんですよ。2リットルのペットボトルとかよりももう一回り二回りぐらい大きいような藁人形がポトンとその杉の根元に落ちてる。燃えてる気配はない、上の方は燃えてるのに、その藁人形もぐじゅぐじゅにしけってて、まあ、お腹のあたりなんかも藁がほつれて、で何かが飛び出てる。あなんか飛び出てる、なんだろうと思ってポーって触ろうとした瞬間に、おいしょあるぞ後ろですごい声で、えっお前絶対それ触んな、いいから、まあ、触んないようにしてお前、まあ、見てみろって先輩に言われて、見てみると何か四角いものがその腹の中から 2,3 枚飛び出してるんですが、それ L 版の写真だったんですよ。でそれも色あせてる感じなんだけど、でまあちょっと顔近づけて見てみると、その写真どれも、まあ、明らかによくは見えないけど家族写真なんですね。まあ、お父さんお母さんと小さな子供が写ってるような写真。これ牛の国参りかって拓也さんを思って、もう弦が悪いから今日はもう山出るっていうことになり、で帰りがけに軽トラとかトラックとかも泊まれる大きな駐車場になるコンビニに寄って、でその先輩
カップ酒買ってきたんですよ。この人まさか飲酒運転する気かと思ったら、それを口に含んでブーって一見自分に吹っかけてきて、で先輩もブーって自分にもやって、で、さっきまでいた大山の方に向かって、お前あっちに手合わせろっつって手合わせさせられた。一応軽トラとかが入れる林道の中ではあるんですが、一体誰があんな大きな藁人形を持ってって、ちょっと高いところ、私たちの頭よりも高いところにどうやってあんな大きな釘打ち込んだんだろう。で多分鉄の釘だからものすごい重たいはず。女の人が一人でそのことできるんですかね。いや分かんないですよ、分かんないですよ。まあ、もしかしたら大人数でね、大きなトラックとかで行って乗り込んでいたずらかなんかのために機材いろいろ使ってやればできるのかもしれないけど、そんなことやるか。いやでもやっぱりって拓也さん言うんですけど、でも僕はやっぱり夜中に女の人が一人でどうにかしてあそこに大きな藁人形を大きな鎖みたいなって釘で打ち込んだ方がずっと恐ろしいと思うんですよね。まあそんな話を聞かせてもらいました。ものすごい執念を感じるというか、普通の呪いではもう効かないというか、それでは足りなかったからわざわざそういう手段を取っているわけですよね。でも物理的に不可能じゃないかとね思うんですけどね。でもある神社はね、年末にアルバイトを募集した。それも公じゃなくて知り合いのつてでみたいな。でもすごく一晩で3万とか5万とかっていうね、で何だろうと思って知らずに集まったら、まあ50人ぐらい集まってて、地元の若い子がで5人3人実はこれから裏山にいわゆる呪いの人形がいろいろと下がってるから、はい、釘を抜いてくれ、そういうバイトだったらしくて、はい、そんなんしてたたりとか起こらないんですかって言ったら、それは何とも言えませんって。でそれダメっていう人は口止め料として1万ずつお渡ししますので、うん、これ言わないでくださいと。で大丈夫だという人は一緒についていって一晩で藁人形を見つけたら抜いてくださいって言われたらしくて、半分ぐらいダメって言って帰ったらしいの。半分はでも5万ぐらいもらえるので、じゃあ行くよって言った。その時にね、脚立とかはしごを使わないと登れないようなところに打ってやったりとか、あるいは崖が下谷なんだけど、どうやってこんなところにっていうところ、こう人にこう体を支えてもらってこうやって抜いてとか、どうやってこれを、でも誰か打ってるのが確かなんだよね。だ絶対抜かれないように頑張ってるってことです。それが執念というか、もう恐ろしかったっていう。すごいですね。なんか広島県の女性に聞いたんですけども、広島と岡山の境ぐらいに住んでる方 で山のその方なので、その辺すごいこの牛の国前に盛んな地域らしいですよね、うんうん、子供の頃からよく見てたそうなんですけど、やっぱりその藁人形見つからない工夫っていうのをやっぱりされてて、そういうところでは木のこの皮をこうめくるとそこに藁人形が打ってあるとか、それ木をだからわざわざ皮をこうちょっと剥がして打って隠すみたいなのがいっぱいあったらしくて、その普通に山とかで遊んでると触っちゃいけないものが普通に出てくるとか。でも最近ね、藁人形じゃなくてその呪うべき男の靴とか帽子とかありますね、ありますね、スマホとか、はい、それがこう打ち付けてやったりする。あとやっぱりね、毛がついてる場合多いです。人型の折り紙とかを人型に切ったやつに、でそこそ パウチとかジップロックみたいなやつに一緒になってて、毛で妙に縮れてるんですよ。だからこれはまあ天パの人か、もしかしたら下の毛なのかなっていうのを 2,3 回見たことありますね、うん、次は誰が語りますか。じゃあ私が、はい、私は東北地方のマタギの人との付き合いが深くて、特に兄マタギなんですけども、これからお話しするのはですね、下北半島、青森の下北半島ですね、斧みたいになったあそこのちょうどな、真ん中あたりですかね、畑集落というのがあるんですよ。ここはすごい山の中で、ほとんど高地畑地がないとこで、厳しいとこなんですよ。でそこのね、代々マタギをやってた岩崎五郎さんという方に聞きました。この方ね、五郎さんですから5番目の子供で、何人家族だったんですかって聞いたんですね。その五郎さんは10人兄弟の5番目なんだよって
お父さんもおじいさんも分家筋だったんです。ですからそのまともな土地がなくてものすごく苦労したと、まあ、それで非常に貧しかった。でも小学校ぐらいになると山に一緒に行ったらしいです。お父さんと一緒に、まあ、寮で、まあ、マタギですからいろんなものを取るわけですが、カモシカ取ってたっていうんですよ。日本カモシカね。これは禁漁です、今も昔も。でもね、話を聞いてると、いや禁漁だとかそういう問題じゃないんだと、食べ物がないって、食べ物がないんだからそこはのそのそ歩いてるカモシカをとっ捕まえて食べるしかなかった、まあ、それぐらい貧しかったっていうんですよ。でその時にね、いつも犬連れてくんだそうですよ。でここはちょっとね、アニマタギとは違うんですが、アニマタギはね犬使わないんですよ基本的には。でもそこはねすごく犬を使ってて、その犬がものすごく優秀な犬で、熊の匂いをすごく取るっていうんですか、まあ、察知してね探すっていうんですよ。ある晩ですね、バンドリ漁夜、これ夜間発砲するんです。これ今も昔も禁止なんですよ。でもさっきほど言ったみたいに貧しいですから食べるものないから、夜間だろうが何だろうがもう取れるものは取るということなんです。で入っていくと途中でね、犬がちょっとそわそわしだして、あれと思って、まあ、その見てると分かりますよね、これ熊がいるなと。だ犬がタッ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 と匂いを追って行った先に岩穴があって、小さい、ああこの中に入ってるんだって、もうそれはもう犬の状態から分かって、で準備を整えて犬をけしかけたんです。わわわわんって、だ中から思った通り熊が一頭出てきたんですよ。でそれをバンと打ってゴロンとひっくり返って、まあ腕のいいマタギさんですから、でああよかったよかったと、バンドリーに来て、熊は取れたって喜んでたんですね。でそれを引っ張り出して、ああって一息ついたらギャーってものすごい叫び声が森中に響いて、でみんなびっくりする、二人ともえっと思って、で見たらその岩穴から子熊が出てきたんですよ。ああそうかそうか、親子連れだったか。でそれも仕留めるんですよ。親熊が死んでしまうと子熊は絶対生き延びることができませんので、それにマタギにとっては子熊も大切なやっぱり獲物ですから、ちゃんと仕留めて、でそれもこっち持ってきて、そしたらまた 次にギャーっていうものすごい声が響き渡って、で見たらもう一匹出てきた、まあ、これは珍しくないんですよ。クマっていうのは冬眠中に大体、まあ、平均して2頭を産むのが圧倒的に多いの、まあ、たまに1頭はいますけど、でそれもああよかったよかったって取った、で帰ろうかなってしたらまた同じですよ、ギャーっていう絶叫が響き渡って、見たらまた出てきた。もうこの瞬間お父さん顔真っ青になっちゃって、四つ熊って言うんですけども、4匹の熊、4っていう数字がちょっとタブーなんですよね、マタギにとっては。7もそうなんですが、でこの4つ揃ってしまったっていうことで、もうお父さんはちょっと震え上がってしまって、これはもうろくでもないことが起きる、今のままだと我々にね災難が降りかかってくる、どうしようって一生懸命考えるわけ。それで あの人だったら何とかできるかなって言って、まあ、神様、拝み屋さんを思い出すんで、一人の人を。でこれ多分ね、この間私ちょっと青森っていろいろ話聞いてたら、向こうだとねゴミ噌っていう場合が多いんですよ。でそのゴミ噌でも非常に力のある人を知っていたので、まあ、その人を呼んで厄払いをしてもらって、ああそうでしたか、そんなこと しなきゃいけなかったんですねって、じゃあ何もなかったんですかって言ったら、そこで一瞬黙るんですよ。五郎さんが、俺は10人兄弟の5番目だって言ったべって、俺の後に生まれた子供は全員死んだんだよって言うんですよ。小学校に入るまでに全員死んだんだって言うんですよ。だからこれはいわゆるその、まあ、四つ熊の、まあ、たたりと言いますかね、やっぱそういうことだったのかなと。それから結局は力のあるって言われている神様を呼んだんだけど、それは全く役に立たなかったんだっていうことでした、はい。じゃあその4匹目のクマはもう撃たずに、いや撃ちます、もちろん撃って、撃ってで5匹目は出てこなかった、出てこない、ね、だから5出てくればよかった、そうですね、はい、まあ、まあそんなことはないんですけど、ね、はい、だからさっき言った7っていう数字も、はい、山に入った時に全員数えたら7人だったっていう時はなんかまさに藁人形じゃないですけど人型を作るらしいんですよ。まあ、今はそんなことする人いないでしょうけど、それで7じゃなくて8だよということで山に入ると、そういうなんか避け方っていうのはあったみたいですね。それもなんか面白いですね。3と7だったら分かるんですけど、4と7って偶数と奇数だし、7っていうのはね、その昔、マタギの集団が2つあったんですよ。でそれが山に入った時にその中でですね、女の人がいて助けてけろみたいに言ってたんです。つまり身重だった。である先に行った集団は
タブーなんですね、その血が関係することは。だからお産もダメなんですよ。だからいやそんなやつは助けることはできないって言って掘っていったと。でその次に来た人たちは何を言ってんだと、そんなことが どうでもいいことだ、今ここで困ってるんだからこの人を助けるべきだって言って次の集団は助けたんですよ。ただそれが実は山の神で、じゃあお前たちに獲物をね授けてやろうって、その時の前に行った人たちが7人だったということで、その人たちはなんかねえらい目に遭うらしいんですよ。それでやっぱり7という数字を意味嫌うようになったと言われております。はい、いやでも近現代になってもその数字がパッと浮かぶとまずいと思うぐらいにこう脈々とそういう不吉な出来事、伝説っていうのがこう繰り返されてきたっていうことですよね。そうですね、死に直結しているので量が、だからやっぱりその自分たちではどうしようもない状況に置かれるわけですよね。雪崩であったりとか天候の急変だとか、今はいろんな形でその、ね、天気予報も把握できるじゃないですか。でも昔は分からないから、そうするともう神頼みしかないんですよね。そうすると経験則でこういうことがあったからいいことがあった、こうしたら悪かったっていうのも代々受け継いでいって、それで山でなんとか無事に戻ってこれるようにっていう、まあ祈りでしょうね。そういうのは受け継がれた理由というのは。使っちゃいけない言葉とかも、言葉で、まあ、よく言われるのは里言葉、普通に使ってるこうやって話してる言葉は山に入った時は使っちゃいけないって言うんですよ。で山言葉というのがあって、はい、ただそれ私聞いたことない。その山言葉はね、またぎ以外の人に言っちゃいけないって言うんですよ。じゃあどうやって伝えるかっていうと、山に行った時だけにこう口伝でって言うんですが、不調としてはね、例えば米のことを草の実って言うとか、そういうのは残ってます。ただそのじゃあ全体の話す言葉ですよね、うん、文法とか、うん、それがどうかっていうのは全くわからないんで、私はだからその山言葉っていうのは一体どんな言葉だったのかなという、なんかそれこそ参加とかの言葉は逆さ言葉で使ってたみたいな説が、はい、だからそもそもザーギンでチャンネルとシースって、まあジャズの人たちが使ってたことでしょ昔は。でそのジャズの人たちもその参加とかの言葉を真似してたっていう、まあ仮説っていうか、まあね、俗説ですけど。だからヒデちゃんとかやっぱ山の言葉で喋ってるのかな。いやー早速興味深い山階段が続いたな。ここでちょいと箸休め。この宴のために私が仕留めた獲物を使った山グルメを用意したぞ。量もするんだ。この人はでも多分ご主人ではないんでしょうね。出汁からして違う気がしますね。うん、熊ってこれうまかったっけ。思っていたより柔らかいですね、うん、お肉が美味しい。マトリ多分すごい深澤も汗かくと思います。ああちょっと楽しみです、うん、ビールだなこれは。これはビールが生が欲しい。鹿はやっぱり熊とまた違っていい意味で上品な感じですね。うん、生地肉美味しいの。生地肉初めてこれ。うん。生地、まあこうやっぱり鶏とは微妙に肉質が違いますね。うん、なんかほどけ方というか、うん、口当たりが。イノシシも全然癖がないですね。多分さばき方がうまいんだと思います。はい。はい。もっと言えばその取り方によっても。うん。うんなんか私の知り合いで兵庫県でレストランで料理人をされながら漁師さんをやってる方がいるんですけど、その方はそのできるだけ血を流したくないから投げ縄で取るって言ってましたね。で鹿とかにこう引っ掛けてで木に縛り付けてから一気に血抜きをしてっていうふうに言ってました。それが一番おいしいと。
昔の人はワイルドでね、僕のおじいちゃんでもそうだったけど、生きた鶏をね、庭で生やしてクワ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 って追いかけていくのよ、釜持って、うん、で、捕まってパーッと首切るのよ、うん、でもね、首と切られても鶏はまだ走ってるのよ、走るらしいですね。それを見てトラウマになりながらも鶏肉は好きでした。なんとも恐ろしい、うん、いや恐ろしいよ、でも恐ろしいけど。じゃあまだ話してないのは岩田。あ、じゃあ私がお話しさせていただきます、はい、私京都で大学時代を過ごしたんですよね。そこで出会ったいろんな方に不思議なお話を伺ってたんですけど、京都の清華大学っていうところに通っていた方のお話。当時その方は男性なんですけど、北山っていうところに住んでて、住宅街がいっぱいあるんですよね。でそこから少し離れた山をこう迂回するような道を通って大学まで通ってたんですけども、そこまで自転車で行くんですけど結構遠かったんですよ。でこれ続けられないな、なんか近道ないかなっていうので、あちこちこう走って探してみたら、この山を迂回するんじゃなくて、もうそのまま越えてしまうと本当にちっちゃな山だったそうなんですけど、そのちょっとした登山のルートが一番早いということに気がついたんですね。なのでその日もその午後の講義を受けるために、その昼過ぎぐらいにちょっと出発して、で一人で自転車乗ってたんですね。でその山に行くまでの道中に、いろんなそのマンションとか住宅街の横を通り抜けて、緑ヶ池の脇の道をぐーっと通っていくんですよ。でその日すごい曇り空だったんですけど、その緑ヶ池のその脇のところにこう草がこうわーっと生えてて、その草を避けるようにずっと走ってた。でね、草が風にこう揺れてるんですよね。で遠くまで見えてて、もう緑が眩しい時期なんです。それを見てたら、なんかいつも見てる景色なんですけど、ちょっとあれいつもと違う、なんだろうなと思うところがあって、よく見てみると、その揺れてる草の影から遠くの方からなんか子供が見えるんですよね。よく見るとその子供が裸で全身緑色で、こっちをこうじーっと何か草から覗いてるような格好なんですね。目が合ってしまうと、もうスピードに乗って漕いでいるので、もうそこでもう止まれないし、止まりたくないと思って、その脇を駆け抜けるんですよ。その時にチラッと見ると、その顔も全部緑、目のその目玉の中まで真緑だっていうんですね。あまりにも気持ちが悪いのでゾッとして、早く大学行ってしまいたいと思ったんですよ。でその山に登っていくの少し不安になったんですよね。でも、まあ、この道引き返すよりもその山登っていって、その早めにその大学着いてしまった方がいいというふうに判断して、なるべくスピードを出してその山道入っていくんですね。でぐん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 登っていくとトンネルが出てくるんですね。でそこがまあ短いトンネルなんですよね。まっすぐのトンネル、自転車で走ってしまえば1分ぐらいなんですよ。でよしと思って立ちこぎでそこを通り抜けようとして、そしたらこのトンネルが始まるこの境界線のところを通り抜けるっていう、その瞬間に目の端にちらっとさっき見たその子供が立ってるのを見つけるんですよ。でちょっと振り向くとやっぱりいると、あ、追いかけられているということが分かって、で猛然とスピードを出していくんです。でぐーっと走るんです。なんですけど、そのトンネルの景色、真ん中ぐらいまで行ったところから一切動かなくなっちゃうんです。自分は必死でペダルを漕いでるんです。でも景色が全く変わらない、同じところにまるでこう自転車をこう立ててそのままこう車輪を回しているような感じになってしまう。だんだん疲れてくるんですけど、なぜか車が全く通らない。でどうしようどうしようと思う、振り向けないんですよね後ろ。すると自分が自転車を漕いでいる、そのペダルを回るカラカラカラという音の中に何か聞こえてくるんですよね。それがペチャッ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 という音なんです。で後ろ振り向けない、怖くて振り向けないんですけど、あ、さっきの子供がまるでこう裸足でこの濡れたトンネルのこのアスファルトをかけてきているような音だっていうふうにイメージする。そのペタッペタッペタッペタばかりがどんなに漕いでも
近づいてくると、そればかりなんですね。で距離がどんどん近づくんです。でもうすぐ後ろにいるんじゃないかなという気がしてくる。そこで絶対に捕まってはいけないとこの方思ったんですよね。で立ちこぎのその力をなんとかも全身の力を込めてぐーって漕いでいくと、ちょっとずつ景色が動き出すんです。でそのままゆっくりゆっくりスローペースで自転車がそのトンネルを出る、その瞬間にガッとスピードが出るんです。でそこから一回も足をつかずに大学までたどり着くんです。それで駐輪場になんとか自転車を止めて、でその場にへたり込んじゃうんですね。ああ今の何だったんだろう。でも周り人がざわざわいますからちょっとホッとするんですよ。そしたら向こうの方からおーい友達がやってくるんです、同級生。あよかったと思って挨拶をしたら、お前なんで今日の講義来なかったの、そんな風に聞かれるんですよね。でえいやと思って時計をこうやって見たら3時間経ってるんですよ。でふと見るとこう夕焼けというか西日が差している。自分の体感ではその家を出てからいろいろあって大学に着くまででも30分ぐらいなんですよ。3時間だなんてとんでもないと思ったけれども、でも確かに日は暮れていってるんですよね。でもそれからその道使うの怖くなっちゃったんで、結局また迂回する道を通って大学通うように彼はなるんですけど、その時のことを振り返って、あそこでもし自分があの子供に追いつかれてしまっていたとしたら神隠しにでも会っちゃってたんじゃないかなと、まあ、そう思うとあの時逃げ切れて本当に良かったです、とそういうふうに、ね、振り返っておられて。でその京都の人がね結構いっぱい住んでる地域とはいえ、ちょっとこう山の中に入っただけでそういうものに出会うっていうことがあるんだなと思うと、不思議な話だなと思いました。この話ものすごく重層化してて、一つはカッパかなみたいな初めは ね緑色でね、最初はね水温も、そうただトンネルで時間が止まったっていうのは、よく狐に化かされて同じとこくるくる回るだとか景色が変わらないという話がある。だからこだそこは狐になるのかなとなって、で出て行って友達の方行って、時間がそれだけ失われていたっていう、この時間が、ね、消失される話になって、はい、だからいろんな話が交錯してて非常に面白いなと絶対京都のトンネルって階段があるじゃないですか。はい、ありますね。東山の方のね、あの京都の東の方もそうだし、清滝トンネルもそうだし、ね、まあ、山に囲まれてる町なんでね、そこから出るってちょうど境界を越えるっていう、特に京都なんてその境界意識がものすごい強いから、はい、もう市内に結界を張っているっていう意識がね、うん、働いてますよね。そうそうそう、張ってますね、あれは、うん、あとまあトンネルじゃないけど首塚大明神のね、はい、あの峠とか四天王寺の墓とか、だからその京都のトンネルってやっぱり山を超える、境界を超えるっていう意味ですごく他の町のトンネルよりも階段が生まれやすいのかなと。あとまあ京都の山そのものもね、周りね、あの信仰のある山ばっかりなんで、そんなことがね割とある。はい、うん、僕はカッパじゃねえかなと思って、カッパ山やしな、ちょっとやっぱりちっちゃい子供ぐらい。で昨日なんか現代魔女の人と対談してたんですけど、やっぱりその人も小さいおじさん的なものは見る人は見えたね。あのでそれはなんか緑の服を着てる場合が多いっていうんですよ。でもしかするとやっぱり、儀式的なことをやって、まあ、幻覚は見るわけですよ普通に、うん、それは別にあの不思議なことではなく、幻覚というものを見るときにやっぱり緑色の妖精みたいなものを見るパターンは多い。なんとなく妖精と思うとそのいたずらみたいなことでこの怪異を想像できるような気もします、うん、まあ、カッパも緑色として、あの想像されることが多いし、そうありますよね、うん、次は誰が行きましょうか、ね、はい、私しかないんで、まあ、そうですね、はい、じゃあ私がこれはね、まあ、普段怪談を集めてながら怪異については、まあ、怪異的だといつも言ってる私がっていう私の体験談なんですけど、これ今年の夏です、7月の28日だったと思うんですけども、月刊ムーの、三上編集長からちょっとあるところに取材に行かないかって、まあ、以前からずっとその話を聞いてたんですけど、やっとこう行ける段取りがついたので、岐阜県の、まあ、ある山奥に、言うたらもう見柱鳥っていうの
が渦政のね、はい、蚕の社とかあるんですけど、どうもそれより古いんじゃないかと。三角になってる鳥居ですよね。そうそう、鳥居ってまあ2本なんですけど、もう1本あって3で、上から見ると三角形になってると変わった鳥居があるんですけど、以前から僕はその鳥居が気になってたんですけども、これね、現地のガイドがないといけないっていうところ で、うんうん、でその段取りをしているうちに、まあ、なんとかもう日程も組んで、一日行きましょうかっていう連絡が来たんで、じゃあ行きましょうかってことで4月28日に岐阜 その山に登ったんですよ。で最初はね、三上さんの方からメールで、いろいろ現地の人に聞いたから、ナビゲーターの人に聞いたけど、まあ、サクサクっと1時間ぐらい、ゆっくり行っても1時間半ぐらいで頂上に着きますよって聞いてますよって言って、あ、だったらいけるかなと思って、割と軽装で行ったんですよ。そしたらもうとんでもない、もうガイドの人がまあロープをこう持ってきてる時点でやばいじゃないですか。あれみたいな。で早速もう山のこんなところにこうロープ張って、はい登ってくださいって、もうその格好ではないですよね。この格好です。この格好でいたんですか。この格好です。山を舐めるなって。そう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 、いやだからサクサクと1時間で聞いてたから。それで3時間かかって、まあ、そこに行って、で、まあ、カメラでパーッとこう撮ったわけですね。で30分ぐらい滞在して、でじゃあ帰ろうかと。行きが3時間だったんで、まあ、帰りは、まあ登ったり下ったりなんだけど、まあまあ、下りはが多いので2時間半ぐらいかな、じゃあもう5時ぐらいには車を置いてる山道に着きますからって言うんで、で僕はこうカメラをこうポケットにこう入れようとしたら、うちの師匠が「先生それ落としますよ」って言って。私預かりますって、で彼女が受け取って、彼女のリュックサックの中にくさばっとこう入れて、うん、で下ったんですよ。道に迷いまして、道に迷うとか道がないんです。道がないところを延々と言ってるんです。じゃあ何を目的に言ってるかって言ったら、木にねこうテープがこう貼ってあって、それがね25メートルか30メートル間隔で貼ってあって、それを見ながら、あこっちこっちこっちって行くんだけども、やっぱりねテープが剥がれてたりとか、剥がれたテープが風に飛ばされたりなんかすると、あこっちにあるって、そっから間違ったと思う。でどんどん行くうちに、これどこだか分かんないってなって、も何回も何回も引っ返しているうちに暗くなってきたんです。でさっき言ったように、まあ7月28日の5時で明るいじゃないですか。それを想定してるんだけども、もうだん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 暗くなってきて、どこを歩いてるか分かんない、でどうしようってなったけども、ただ下に、ね、鉄塔があって、その電線がこうあるんです。それが見えるんで、あの下に道があるから、とりあえずあそこを目指しましょうって言って、もう道でも何でもないこんな山の斜面をあっとみんなで降りていって、三上編集長が、じゃあ沢があるからこの沢行こう、ここ下ろういうので、もうみんなで沢を、その沢ももう倒木はあるわ、草はあるわ、滝にはなってるわみたいなところ でズボズボズボと入ってきながら、で懐中電灯ないからスマホの明かりを前に向けると足元が見えない、足元を向けると前が見えないという状態で、まああれは完璧に遭難しました。あれでも雪降ったら八甲田山やなっていう、もう今日すごいことになってて、でね、さっき言ったようにもう真っ暗なんだよ。で鉄塔も何も見えないわけ、鉄塔を見直しましょう、鉄塔も見えないわけ、あそこに鉄塔があるぞ、助かったぞって言ったら、普通の木やったりして幻覚を乱すんですよ。ね、でここどうなんやろうと思って、もうどうしましょうって言ってるうちに、まあ誰か道があったぞって言うんで、まあやっと助かったのが8時半夜の、あやっと山道に着いたら、すぐそこに車が止まってたの、自分たちの、そこは助かったんだよね。そのまま旅館に、まあ、戻りました。もうずぶ濡れで、で僕ボイスレコーダーもポケットに入ってて、パッと見たらもうずぶ濡れで動かないのよ、うん、わっちゃーって言ったら、うちの師匠が、だから私預かり言ってたじゃないですか、ちゃんとナップサックで入ってますかねって言って、ああそれはごめんなって言って部屋に戻った。部屋に戻って、とにかくもうジュクジュクだったことに、でやってるうちにコンコンガチャってた、うちの師匠がごめんなさいって言うわけ。どうしたんだったら、カメラがないですって言う。え、カメラない、落としたかもしれません。さあそうだわ、こんなところをこうやってるから、でタオルとかもなくなってたんで、きっとで上の方にこう入れたから、まあポトッと落ちても不思議はないわね。とにかくカメラありません。え、俺一生懸命登って撮ってきた写真がないわけって。でボイスレコードもぐちゃぐちゃやし、データ何もないじゃん。でうちのまあ師匠が、でも私もスマホで撮ってますから、まあ、それ使ってくれたら、ってなってたわけよね。
でその後にちょっと配信をしようかっていう話になってて、とにかくまあ無事に、まあ、ついてもつかなくても11時から配信になってて、じゃあ11時にやっぱり約束で配信しようったら三上編集長、あ、じゃあ僕も出ますよって言って、じゃあ僕のホテルの部屋で配信しましょうってことになって、11時ちょっと前に秘書が来て、ですぐ三上さんが来て、いやどこで配信しようって、まあ、机のがあって、その上に僕のパソコンを出たんです。じゃあまあここでじゃあやろうかって言って、パソコンをちょっとパッとどけたらこれがポッと出てきたんです、うん、で僕と秘書でえーって言って声上げたんです。な、三上さん、え、な、な、カメラがあったのかなんでええなと思って、いやこれね、ショーのナップザックに入れてそこからなくなってたんですよ。それが今ここに出てきたんですよ。これは一体どう解釈すればいいのかなっていうもうね、怪奇現象と超常現象を私は見てしまったと。でね、実はその山にその目柱取りだけじゃなくて、ちょっといろいろな階段があったんですよ。つまりそこはなんでそういうものがあるかというと、山神様がいる、神様がいるから、だからそのそれについたエピソードがあって、それがちょっと怪談チックというか、まあ山の神様が怒ったっていうような話なので、ひょっとしたら僕たちはまあ無断でもないんだけども、ちゃんと現地の人のナビゲーターと一緒に行ってるんだけども、まあそれを写真撮ったりなんかして、山の神様がちょっとお怒りになって道をこまわして遭難させて、ただまあ気ぃ付けてちゃんとした原稿を書けよということでデータを返してくれたんかなと勝手に思ってんだけども、それしかそのなんか解釈をしようがない、こんなことがあるんだな、うん、返してくれたんだ、この紙返してくれたんでしょうね、どっか沢に落ちてたんだけどそうですかで IC レコーダーも結局も次の日元に戻、音声は元に戻って、で今のうちにパソコンに全部音声入れたら3日後ぐらいからまた動かなくなりました、うん、写真には特に何か変なもの写ってたり、いや普通なんです、普通に撮ったものは全部残ってる、データは全部無事なんですよ、うん、ただ一時期の間これは存在しなかった。だから見柱取りでちょっとワープゾーンっぽい形してる、まさになんかそういうなんかありそうだなって気はしますけどね。いやでもなんかこの山のその神みたいなものがこのカメラ消してしまうこともできたけれども、うん、帰ってきてそのデータも無事だったということはこれを大事に使ってくださいねっていう。だからそれ僕見柱取りずっと実は追ってるんですよ、はい、うん、で実はねこのもう5年ほど前から行こうかっていう、そこに行こうかっていうの三上さんと言ってたんだけど、いろいろとまあ合わなかったのと、やっぱりナビゲーターの人は見つからなかったのもあったのと、もう無理やり三上さんの方からもう今年行きましょうってなったんで、もう無理やり行ったような状況だったんですけど、うん、林業関係者の人がねよくそのなくしたりするんですよね。そうするとやっぱり神様にお願いすると、うん、そういう意味でその下半身を晒してねブラブラすると戻るとかね、そういうことを言う人もいるんですよ。女神様ですからね山の神。中井さん無意識にやったんじゃないですか。みんなだっておかしくなってるわけですよ。そう無意識にブラブラってそれとしたらやってたかもかな、ね、前の人間引きながら写真残ってないですかね三上さん秘書さんのスマホとかに残ってない三上さんもこんなやつ下校して大丈夫かなとか改ざんの宴はまだまだ終わらない。さらに衝撃のエピソードが飛び出す後編もお見逃しなく。